回でウエストマイナス7センチ、親子で当てた。おめでとうございます。すごい。今回は1回でウエスト遅くなって、くびれもできて腰肉落ちるストレッチです。一番最後に最強のくびれストレッチ入ってます。うつ伏せに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について、上半身をぐーっと反らせます。まず腹筋のストレッチです。腹筋が伸びる感覚があれば OK です。腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、腹筋伸びる感覚があると思います。こう、くびれができない、腰肉が落ちない方のほとんどは、腹筋がね、硬くなってて、座ってる時に無意識に猫背になっちゃう方がすごく多いです。なので、ね、しっかりこの動画では腹筋も伸ばしながら、腰肉、くびれも作っていくメニューになってますので、最後まで一緒に頑張りましょう。で、最後の種目ね、マジで効きますので楽しみにしててください。OK です。そしたら、みんな大好きスーパーマン。万歳した状態で手と足同時に上げる。下ろす。上げる。下ろす。背中、腰、お尻を使ってます。上げる。下ろす。頑張れる人は上げたままキープ。腰痛い人は絶対無理しないで。下ろす。上げる。下ろす。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。上げる。下ろす。上げる。下ろす。腰、お尻使ってる感覚ありますか？腰に対して絶対無理しないで、呼吸は止めないようにしましょう。オッケー。そしたら次は上半身べちゃーっと寝かした状態で、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここをストレッチかけてます。上半身はしっかり寝かせておきましょう。で、左のつま先誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かってぐーっと伸ばすと、ここ、伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。腰が痛い人無理しないでください。いまいち伸びない人は、もう一回戻して、ちょっとね、角度変えて、ねじってみて、つま先誰かに引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと伸ばすと、左のお腹の前面伸びると思います。いまいち伸びない方、いろんな角度試してみてください。オッケー、逆足いきます。上半身べちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、ストレッチかけてます。腰が痛い人無理しないようにしましょう。右のつま先誰かに引っ張られてるイメージで向こうに向かってぐーっと持ってくると右のお腹の前面かなり伸びてくると思います。伸びない方はね、いろんな角度試してみましょう。上半身がこうやって浮いちゃうと伸びないので、上半身はしっかりべちゃーっと床につけておくようにしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ふー、オッケー。そしたら次、もう一回みんな大好きなスーパーマンをですね、クロスで行います。右手と左足上げる。左手と右足上げる。クロスで上げる。右手と左足。左手と右足。頑張って。腰、お尻、使う感覚ありますか？頑張って。腰に対して無理しないで。呼吸は止めないで。で、スピード重視じゃないですからね。しっかり、反対方向の手と足を上げる。頑張れ。きつい。頑張って。呼吸止めないで。腰痛いし絶対無理しないで。ラスト1回。オッケー。そしたら次、膝つきプランクです。肩の真下にこんな感じで肘ついて、ちょっとお腹持ち上げる。膝はついたままでいいです。で、目線はおへそ覗き込むようにして、わざと猫背を作る。こうすると腹筋にかなり効いてくると思います。腹筋使う感覚ありますか？腰反っちゃうと痛くなるので、目線はおへそでしっかり猫背作りましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張ってー。きついきついきつい。はー、頑張れ頑張れ頑張れ。じゃあ次の種目から上向きになりますので、スマホ持って上向きになりましょう。そしたらスマホ見ながらやっていきます。左足を右、こっちにねじります。で、左膝を床につけて、左肩も床に近づけましょう。こうすると左の腰、お尻、背中のあたり伸びてくるんじゃないかなと思います。呼吸止められるしましょう。伸びる感覚ありますか？これはこれ休憩ストレッチなので、そんな無理にね、ぎゅーっと伸ばさなくて大丈夫です。痛気持ちいいぐらい大丈夫です。で、いまいちね、伸び感感じないけども安心してください。一番最後の種目、マジでめちゃくちゃきついので、それはね、超伸びるので、今のうちに休憩しておいてください。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK、逆行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。
右膝しっかり床につけた状態で右肩も床に近づけます。右の腰、お尻、背中、この辺伸びる感覚あれば OK です。腰に対して無理にひねんなくて大丈夫です。ゆるーくね、腰、お尻、背中伸びてればそれで OK です。この右足はね、なるべく床につけておくと良いと思います。呼吸だけね、止めないようにしましょう。よし、OK。 そしたら次はですね、右足をこんな感じ、左足にかけます。で、左手を万歳します。左手万歳です。で、左のつま先と左の指先、なるべくこう引き離すイメージです。左の脇腹、脇の下、この辺が伸びてれば OK です。どうでしょう、伸びる感覚ありますか。左のつま先と左の指先、なるべくぐーっと引き離すイメージ。いまいち伸びない方はね、手と足、誰かにぐーっと引っ張られてるイメージで引き離すとかなり伸びてくるんじゃないかなと思います。呼吸止めないでしましょう。肩腰痛い人無理しないでくださいね。よし、 OK。 そしたら反対もやっていきましょう。ですね、左足を右足にかける、こんな感じです。で、右足と右手をなるべく引き離す。右足と右手なるべく引き離す。脇の下、脇腹伸びる感覚ありますか。伸びない方はつま先と指先、誰かに引っ張られてるイメージで引き離すと伸びてくるんじゃないかなと思います。呼吸止めないようにしましょう。肩とかね、こうやって上げてる方、痛い方、その無理に上げなくて大丈夫です。痛みない範囲で脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。こんな感じでね、普段入れない種目もちょっとこの動画入ってますのできついと思いますがね、最後まで一緒に頑張りましょう。でもしどうしてもきつい方は各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして OK です。よし、これで一回足戻します。で、次はですね、膝曲げたまま前ももをお腹に近づける、戻す、前ももお腹に近づける、下ろす、繰り返していきましょう。頑張れる人は足床に下ろさずにずっと上げっぱなしでやってみましょう。きつい人は一回足下ろして上げる。で、前ももはなるべくしっかりこうお腹、胸に近づける、ちょっとこうやってお尻が上がるぐらいですね。で、下っ腹のあたり使ってる感覚があれば OK。 はー、きつい。頑張って、あと少し、ラスト2回いきましょう。よし、ラスト1回一緒に頑張りましょう。下っ腹使ってしっかり上げて、よーし、 OK。 すごい、よく頑張りました。そしたら次は自転車漕ぎいきます。スピードというよりもなるべくね、高い位置で大きく円を描くイメージです。頭こうやって下げてていいですからね。腹筋、下っ腹使う感覚ありますか。こうやってね、お尻が床から浮くぐらいまで足を高く上げると腹筋に効きやすくなります。きつい人はね、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして大丈夫です。きついきつい、頑張って頑張って頑張って、よーし、 OK、 頑張った。そしたら膝曲げたままでいいので呼吸しましょう。息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐いて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 、へこませて、よし、もう一回吸って、限界まで吸って吸って吸って、これ以上膨らまないっていうところまで吸って、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐いて吐き切って、吐きながらお腹へこませて、お腹触って硬くなってるも OK です。しっかり最後に吐き切る。よし、 OK です。そしたら次、スマホ持って右向きになりましょう。スマホは顔の前に置いていきましょう。こんな感じで右手で腕枕してあげても良いと思います。で、ちょっとこうやって膝曲げた状態で、この上の足をね、真上に高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす、これ繰り返しましょう。低い位置だとね、お尻にしか効かないです。なるべく高くまで上げることで腰、
脇腹効いてきます。ただ高く上がらないよって方はね、お尻だけでも効いてれば十分です。頑張って。きつい。あと少し。ラスト1回いきましょう。しっかり上げる。ラスト1回一緒に頑張りますよ。お尻、脇腹しっかり意識して使って。よーし、オッケー、頑張った。そしたらですね、ちょっと上半身こんな感じで起こしましょう。肘と手をしっかりつきましょう、右手。で、この状態でですね、右足はちょっと前出しといて、左足、上げる。脇腹直撃です、こうすると。きつい。頑張って。きつい人はね、さっきと同じように寝ちゃってもいいですが、頑張れる人、僕と一緒に頑張りましょう。しっかり、上げて。あと少し、頑張れ。きつい。お尻と脇腹使う感覚あれば、OK です。うわ、これきついわ。きつかったら、サボってもいいですからね。頑張れ。あと2回行きましょう、しっかり。上げれ。ラスト1回一緒に頑張りましょう。高く上げて、お尻脇腹使って。よーし、OK、よく頑張った。そしたらもう一回、右手で小腕枕しましょう。枕使ってる人はね、枕でもいいです。でですね、次はそしたら、右足ちょっと前に、こうやって出しておいてですね。で、左手斜め上、左足は斜め後ろに伸ばします。こんな感じです。で、肘と膝つける。手と足伸ばして、肘と膝つける。なるべく指先とつま先は離す。手と足はなるべく離して、肘と膝つける。ちょっとすいません。僕狭くて当たっちゃうんですが。手と足伸ばして。頑張って。肘と膝つけるときにお腹、脇腹使う感覚あるはずです。頑張って。頑張って。よし、OK、頑張った。そしたらちょっと休憩で前ももストレッチしましょう。右足を前出したもので、左手で左足首掴みます。左の前もものストレッチです。こうやって腰が反っちゃわないようにだけ気をつけましょう。結構腹筋の種目でね、前もも硬い方は前ももすごい力入っちゃう方多いので、しっかりこうやってストレッチをね、入れていきましょう。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って寝返り打つ準備しておいてください。呼吸止めないようにしましょう。前もも伸びてれば OK です。よし、オッケー。スマホ持って逆向きになりましょう。スマホは顔の前に置いて、で、また左手で腕枕しましょう。左足ちょっと前に出しておいて、この右足、なるべく高く上げる。下ろす。高く上げる。下ろす。頑張って。きつい。お尻、脇腹使う感覚ありますか？頑張って。呼吸は止めないで。どうでしょう、お尻脇腹効いてますか？前もも外もも多少使ってもいいです。メインはお尻と脇腹です。頑張れ。 OK。 そしたら次、上半身ちょっと起こします。こんな感じで左肘左手をつきます。で、右足上げる。脇腹、お尻使う感覚あると思います。特に脇腹かなり直撃です。頑張って。きつい、もしきつい人はね、こうやって元に上半身寝かしておいてもいいです。僕もちょっとかなり限界です。きつかったらサボりましょう。ラスト1回上げる。よし、 OK。 そしたら次はですね、右手は斜め前、右足は斜め後ろに伸ばして肘と膝つける。これ狭くない人はなるべく手と足離しましょう。肘と膝つける。ぐっとつける。枕ある人は枕使っていいですからね。頑張って。きつい。呼吸を止めないで。しっかり肘と膝つけて離して、肘と膝つける。きついよ。ラスト1回。よっしゃ、頑張った。そしたら次は右手で右足首掴みます。右の前もものストレッチです。あくまで休憩なのでね、無理ない範囲でやりましょう。ただね、こうやって腰が反っちゃわないだけ気をつけましょう。前もも伸びる感覚ありますか？
今一度見たい方はつま先の方を掴んで、つま先をねお尻に近づけるとだいぶ前も伸びてくるんじゃないかなと思います。でこの次の種目から、うつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。呼吸は止めないようにしましょう。オッケー、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。両手を耳の横ついてぐっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これで腹筋伸びてれば OK です。腰反って痛い方無理しないでくださいね。よし OK。 これ上半身べちゃーっと次寝かせましょう。左足を右こっちに持っていきます。最初に行った左のお腹の前面のストレッチです。上半身をしっかり寝かせておいて、左のつま先を遠くに向かってぐーっと斜め後ろに持っていくとここ伸びてくると思います。伸びない方は上半身しっかり寝かせておくこと、左のつま先誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばすこと意識してみてください。それでもね伸びない方いると思います。結構難しい種目なので、いろいろ角度試しながらねぜひ練習してみてください。やってるうちに、あ、腰は伸びるなっていうのが分かってくるはずです。 OK、 逆足いきますよ。上半身べちゃっと寝かして右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。上半身はしっかり寝かしておく。右のつま先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと持っていく。皆さん最後本当申し訳ないんですが、めちゃめちゃ効くストレッチ今からやるんですけど、ごめんなさい、ちょっとね寝たままできないので、この種目終わったら一回起き上がっていただきます。めちゃめちゃ効くのでただ絶対一緒にやってほしいです。 OK、 スマホ持って起き上がりましょう。スマホは、前に置いておきましょう。で右足伸ばして、なるべくですね股関節開きます。でこの状態で右手なるべく遠くに向かって伸ばす。左手は床ついておいていいです。右手をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。でこんな感じで遠くに手をつく。右手を遠くにつくとね、もう脇腹お腹の前面めちゃめちゃきついと思います。ただね腰が痛い方無理しないでください。できてますか。この状態で左手床について右手をなるべく遠くについて、その状態でキープ頑張って、あと少し呼吸止めないで、腰痛い人無理しないで。よーし、OK。逆行きましょう。左足伸ばします。で、この状態で、左手をなるべく遠くにつきますよ。右手は床について、左手を遠くにつく。あー、きつい。もしどうしてもきつい人は、こうやって右肘ついちゃってもいいです。脇腹、お腹の前面めちゃめちゃ伸びます。なるべく遠くに手をつきましょう。あー、頑張って。呼吸は止めないようにしましょう。頑張れ頑張れ。できたらなるべく遠くに向かって手伸ばして、呼吸は止めないで、あと少し。よーし、 OK。 さあ最後開脚しましょう。呼吸整えながらね、いけるとこまで開脚して、ちょっとクールダウンしましょう。呼吸を止めないでしましょう。どうでしょう皆さん、結構きつかったでしょうか。もう腰に行く、くびれ、お腹全部に効くストレッチですので、メジャーがある方はぜひね、ちゃんとお腹周り日々計測してあげると変化が分かりやすいと思います。で個人的におすすめなのは、骨盤周りかなり緩んだので、この後ね足痩せストレッチやると、もう下半身の血流良くなって全身の代謝上がります。なので余裕がある方はね、概要欄の足痩せストレッチこのまま続けていただければと思います。あとツイッターインスタも毎日更新してますので、概要欄からご覧いただければ嬉しいです。 OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない、素晴らしい。もしこの動画だったら、チャンネル登録と高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。